分配屋ですからね。あ、分配屋。もうそこをちゃんと聞いてない。これなんですよ。そうか。な, なるほどね。はい、こんにちは。今日は違いチャンネルご覧いただきありがとうございます。もう早速この時間をお借りして申し訳ないんですけど、僕は、ね、矢口さんにちょっと相談があるんです。お悩み相談っていうか。ああ、いいですね。僕ですね、TAV チャンネルでちいちゃんっていう港区女子の女の子と、はいはいはい、番組やってるじゃないですか。番組というか、はい、まあね、どっかに。で、あの時にちいちゃんがね、話の流れで、はい、私、ヒゲダンのね、はい、テンダーが嫌いだって言ったんです。お嫌いなんで、そうそう嫌いなんだって、なんでかっつったら、なんかあれはなんでしょう、告白もしてないくせに男が勝手に諦めて、うん、僕、君は僕の運命の人じゃないっていう歌だから、はいはいはい、なんかそういうのを思い出すんだって、そういうやつがいて、うんうんうん、だから嫌いなんだって言うから、じゃあお前俺ずっと歌ってやるよって言って、うん、プリテンダー歌ったんだけど、はいはい、グッバイとか言ったんだけど、なんか笑ってはくれてんだけど、どうもちいちゃんの心の中にこいつ歌下手だな。なんかギャグの前にそこを思われてるなっていう。はい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 。で、確かに僕歌下手なんですよ。はいはいはい。はい、でも、だけどカラオケなんかでは、うん、もう歌が下手で笑いを取るっていうのからもうちょっと定番化してるんで。なるほどなるほど、もういい。いいっていうかもうしょうがないんですけど、でもやっぱり上手くなりたいじゃないですか。なるほどね。だから、だからこの歌が上手い人と下手な人の違い。うん、なるほど。特殊体型の人に。僕は、そういうことですね。ぜひ聞いてみたいと思って。いいでしょう、いいでしょう。はい、次回の違いチャンネルでぜひ教えてほしいな。次回、今回もういいんですね。はい、もう、ちょっとね。自分の思いの丈を言えたんで。もう、思いの丈話せたんで。前振りができたんで。前振りできたんで、もう次回教えてもらえれば嬉しいなと思って。まあ、次回にしてもいいんですけど、今回ね、岡田さんが、すごい、なんだろう、もう、はっきり原因を言ってくれましたよ。ほ、うん。歌が下手な原因を。あ、そうですか。言って言いました、自分で。僕言いました、何か。うん、お、すごい興味ある。何ですかそれ、聞きたくなっちゃった。クソ悔しい。次回でいいんですか。あ、ごめんなさい、お願いします。今お願いします。お願いします。僕はい、来週は僕ベルマーク集めに行くんで聞けないんです。僕何の仕事してる。ですね、うんうん、岡田さんはカラオケで下手で笑いを取ると言いましたね、うん、はい、もうその役に徹しようとしてるわけです。もうそれでいいやと思ってるわけですね、はいはいはい。そうなると下手に人格否定。人格否定か。いや、もうそれはもう、 こう徹底的にやってきます、君は。君のような人間は。でね、はい、歌が下手でいいと思っている人はね、もう歌をね聞かないんですよ、うん、聞かない。ちゃんと歌聞くもん僕。いや、聞いてないもん。俺ブラックピンクいつも聞いてるもん。ブラックピンク歌おうとしてますか。ボンバイエ歌わない。ボンバイエ。そういうことか。ボンバイエですね。あ、確かに洋楽しか聞かない。洋楽でもいいんですよ。いいんですが、うん、アウトプットが圧倒的に足りてない。うん、しない。で、アウトプットをしないってことは、うん、インプットも大してされてないんですよ。いや、そんなことない。僕の中は半分ブラックピンクでできてる。だからブラックピンクはボンバイエって言ったじゃないですか。ブンバイヤですからね。あ、ブンバイヤ。もうそこをちゃんと聞いてない。これなんですよ。そうか。聞いてないんですよ。なるほどね。流し聞きをしてる。うわ、完全に台本じゃないですからね、これ。すごいね。あ、すごいわ。あ、でしょ、うん、うん。で、これ、一曲でいいんで、なんか歌いたい歌を、もうずーっと聴いてください、ひたすら。で、じゃあ、ボンバイエ。ボンバイエ。じゃあ、それでもいいよ。本当に、本当に、本当に好きだったら、それでよくて、それを片耳に。なんとなくで歌えてるじゃん。それでね。うん、歌詞をまずつけなくていいんですよ。おう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 。歌詞をつけずに、うん、耳、片耳にイヤホン突っ込んで、うん、一緒に歌ってみてください。もう片耳にイヤホン突っ込む。そう、向こうのその分配屋でいいんで、うんうんうん、それは、はい、突っ込むのは何センチぐらい突っ込めばいいんですか。入るところまで思いっきりグッと入れてもらえれば。それはじゃあ突っ込むっていう表現よりも片耳だけイヤホンをつけてでいいんですかね。つけての方がいい。いやいや、これね、もしかしたら今違うチャンネル聞いてる人が、こうヘッドホンじゃなければ耳突っ込んで血が出て、はい、後で訴訟問題になったりもすることもあるかもしれない。いや、情報発信側大変ですね。確かに、気をつけます。だから救われた人はぜひいいねをしてください。はい、じゃあ続けますよ。うん、突っ込まないでつけて、うんうん、
片耳は外すんですよ。なぜかというと自分の声を聞くため。うんうんうん。なるほど。それはそうか。そうかそうか。おう。なるほど。これ両耳つけてやると、うん、うまく聞こえちゃうんですよ。ああ、それわかる。うん。頭の中で鳴ってる音はすごくよく聞こえる。一人で壁当てボールしてると自分が150キロぐらい投げてるつもりになったもんね。ああ、そういうことかもね。そういうことかも。なるほどね。うん、例えはうまいんだよな。あので。褒めるならちゃんと褒めて、あの言い方雑じゃなくね、はいはいうん、どうぞ、褒めるのはやめてくださいで、うん、音程に合わせて声を出すんですよ、うん、あーでもいいんですよ、まず歌詞とかも考えなくていい、もう君みたいな人は考えなくていいこれトゲあんな、ごめんなさい、下手でいいと思ってる人、今トゲっていうか刃物で刺してきたよねちょっと果物ライフぐらいツンってしたよね、今。痛かったよ。痛かったよ。ごめんなさい、ごめんなさい。44歳痛かったよ。そう、その痛みをね、ちょっと和らげてあげるために、うんうんうん、ちゃんと歌えるようにしてあげます。なるほどね。はい、そっか、今片耳です。今片耳で。変わりました、喋り方。変わりました？あ、どうですか？変わりました？俺。自分の声がよく聞こえるでしょ。はい、なんかいい声だなと思います。うん、いいと思います。うん、で、この状態で、はい、ちゃんと片方を音楽流しながら、うんうんうん、あの、音程に合わせてやってください。この合わせてください。ちょっと音楽かけてもらっていいですか、そっちで共有して。これね、いろいろ問題があるんですよ。うん、あー、そっかそっか。あ、そうですよ。そっか、ダメなんだ。ね、途中でかけてもダメなんだ。ダメなんですよね。あ、はい、じゃあちょっとなんか歌ってもらっていいですか、俺それ。いや、まあこれはそれはまた別の話なんで別の話なんであれじゃあ俺さっきのボンバイエやばいんじゃないですか。あ、ボンバイエいや、ボンバイエの部分ではよかったです、ね、大丈夫ですか。はい、ボンバイエは大丈夫です。あ、よかったでしかもそもそも音痴ですから大丈夫ですねなるほどね。そう、それで音程合わせると、うん、やっぱり歌えない歌もあるんですよね。の場合は、うんうん、カラオケにで、うん、キーを下げましょう。もうこれも自分のキー。あ、ちょっと一個だけいいですか、聞いても、はいはい、僕キー下げると僕も下がっちゃうんですけど。気持ちがですか。キーが下がってるって言われますキー下げて、キー下げればって言って下げて、なんでおめえも下がるんだよって言われちゃうんです。どういうこと気持ちが。いや、なんか俺高いからキーを下げるじゃん。ああ、なるほど、なるほど。すると俺のキーも一個下がるんです。それキーオクターブが下がるのかな。あ、そういうことか。うんうん、あ、そうそうそう、そういう感じかも。うん、あの、キーは、まあ、とりあえず、うん、歌いたくて、歌える歌、うんうん、からやった方がいいんじゃないですか。無理してる。なんか、もう見捨てられたヤンキーになってきた、だんだん先生が俺。あの、とりあえず歌詞を見ずに、うん、あの、音だけ当てるのをずっとやってください、一曲だけ。OK、OK、OK。これひたすらやったら、あの、当てるのはどんなんでいいの？あの、にゃーにゃーにゃーとか。にゃーでもいいよ、にゃーでもいいよ。やぐちーやぐちーとかでもいいの？それは逆に光栄なんで、ありです。あ、オッケーオッケーオッケー。好きなような。特集体系とかでいい。大丈夫。そんな歌あるの？いや、あの、歌詞、いや、いいよ。自分で考えていいよ。音程だけ取れればいいんで。オッケーオッケーオッケー。何度も言う。なるほど。じゃあ、まとめると、うん、片方イヤホン突っ込んで、はい、片方外したまんま自分の声が聞こえる状態で、はい、なんか歌を聴きつつ、はい、音程取りながら鼻歌を歌う。鼻歌とかね。でいいわけです、うん。それをずっとやるの？何年ぐらい？あのお母さんの場合はまあ結構取り返しつかなそうだから、まあ結構な年数かかると思うんですけど。でそしたらもう一緒に歌ってくれる友達がいなくなっちゃうじゃん。確かに。一緒にいてくんないよね、誰も。ずっと鼻歌歌ってんでしょ。聞かせたかったあの歌が。みんな離れていくよね。それでもですよ、歌が上手くなりたいんだったらね。分かった。結構あれなんです、茨の道なんですね。歌うま、そうなんですよ。歌うまいやつってすごいんですね。いや、すごいんですよ。だから簡単な歌をゆっくりしっかり聴いて、うんうん。極端なし、サザエさんでもいいの？あ、いいよ。あとかでもいいの？いや、全然いいよ。OKOKOK、分かりました。全然いいよ。やるわ。じゃあちょっと、まあ、あの今からずっと続けていくんで、はい、また1ヶ月後ぐらい、聞いてみましょう。聞いてください。俺また、はい、お願いします。はい。わかりました。わかりました。じゃあ今日はなんか僕だけいい話聞けて嬉しかったです。はい。ありがとうございます。じゃあ、はい。皆さんカラオケで歌うまいのを披露してきてください。結局行かないんで。僕は一人で歌うの練習します。あ、なるほどね。はい。わかりました。じゃあなんか今日はすごく。ありがとうございました。はい。
さようなら。シュンとさしちゃったな、なんか。ごめんね。いいのしてくださいね。エンダー